ああ、わしだ。見て。昨日もだったけど、やっぱ増えたよな、なんか戦場を選ぶ VIP 部屋2期。やば、痛いやつ、これ。ああ、軽く長い。許せ。セーフ。間違えた。え、どう、あ、いやー、なんか、こいつガキ使われてて弱いな。来た。オンラインの飛び道具がマジで強いよ。飛び道具は別に強いんだけど、オンラインの方が強いよ。飛び道具は別にオフでも強いから。えい。あー、うまい。みやーん。死ぬけど。いらっしゃい。ひゅっ。え、ね、くぐられたわ。コツって言葉使いやすいからみんな使うけどな。みんな言葉存在しないんだよな。コツなんてものは存在しない。人間地道にやるもんやで。実際スマブラはね、格闘ゲーム界の中ではね、そんなに難しいコマンドになんか共有されないんで、あの、どうだろう。こっちの方が別にいいのかな、細かい精度の話をしたら。なんか大体慣れっすよ。コマンドに関しては大体慣れ。読みとか、その辺はやっぱプレイヤーの力になってくるけど、コンボとか、慣れなんだよね、普通に。いや、なんかコンボうまいとかさ、いや、あるけど、もちろん。努力しろよ、普通に。それこそやっぱ固い立ち回りをするとかってやっぱ難しいからさ、やっぱ経験積まないといけないけどさ、努力じゃん、普通にコンボとかさ。MK レオのコンボで上手いとかさ、わかるよ。でもあれ判断が上手いだけでさ、やってること自体は別にみんな同じことできるからさ、どれもすればね。判断は上手いよ、間違いなくです。空上落としとかさ、どれもすれば誰でもできるからさ。それはがうまいとか言って済ませるやつ、努力が足りないだけやからな。努力ですらないわ。スタートしてんや、もはや。離していく。ストリートオプターもね、そんなに難しいコマンド共有されない。あるけど。難しくないキャラもいるし、難しいキャラもいるけど、結局慣れたら簡単だし、ね、はい、あ、ごめん。
一番苦手なキャラなんだろうな。パルテンかな、普通に。きついし。まあ、だいぶ対策済んだから、なんとかなるかもしれないけど、今は。うまい。はい。あー、うまい。タイミング遅らせた。重い。いらん。ていてい。あかん。あめ。ああ。前投げしよう。覚えた。二回目だね。ベルトやフォックスきついんですけど、まあ、対策はありますけど、まあ、相性はきついですね。うまい。おお、かっこいいコンボは。ゲームに限った話じゃなくて、スポーツとかの人だけど、見てる人結局雰囲気でしか見てないことばっかりだからな。ちゃんと見てる人のね、意見の方がね、意見聞いたら結構面白いの聞けるで。MK レオの試合とかさ、誰が見てもすごいように見えるけどさ、じゃあ何がすごいのって聞かれたらさ、適当なことしか答えられへんねん、普通の人。どうせ。そんなもんだからさ、ゲームもスポーツもね。フィギュアスケートとか見てる人結構やっぱたくさんいるけどさ、何が羽生結弦のどこがすごいって聞かれてもさ、まあかっこいいよねとかでしょ、どうせみんなそんな感じだからさ。実際難しい。結構なんか年も近いから MK レオとね聞かされること多いけど、プレイヤータイプとしては多分ツイークの方が似てるんだよ。似てるというか多分同じようなタイプなんだよ。ちなみに MK レオはね、なんか、自分にリスクが少ない状態で相手にリスクを負わせる択を選ぶのがうまい。一番、圧倒的にうまい。なんか瞬時に自分の何の行動が一番リスクが少なくて、かつ相手が何がリスクがあるのかっていうのを見極めるのが早い。のが MK レオ。これ MK レオが結構安定して結果高いのに関しても多分この特徴が大きいんだけど、なんかね、様子見がうまい。うん、簡単に言うと相手のボロミス待ちがうまいのかな。ちょっと言い方悪いかもしれないけど、かなりいい意味でミス待ちがうまい。あんまりそういうタイプのプレイヤーではないかな。優位状況をずっと作ってるイメージ、それはね、ツイークの方がそっちのイメージが強い。それは MK レオのタイプではない。あれは優位状況をずっと作ってるのではなく、自分の不利状況をずっとなくしてるだけなんだよね。だから結果的に優位状況が多く見える。ラインに関してもそうだけど、 MK レオはかなりなんか、展開的に自分が不利な方向に進むことを嫌うから、多少リターン高くてもリスクが高いことはあんまりしないタイプ。まあ、差がついてたりしたら、ここ取りたいって時はもちろんフルタイプではあるけど、思い切りはいい方ではあるけど、リスクカットの方法が本当にどのプレイヤーよりも上手くて、いやー飛ぶ。掴んでくる。
おいしい。うっ、うまくね。結構ツイークと MK レオはね、お互いうまいけど、結構やっぱ別の分野伸ばしてうまい感じがするんだよな。だ結構見てて面白い。やっぱり。ツイークはやっぱどのキャラ使っても攻めがやっぱ上手に見えるね。差し込みとか、やっぱ横の差し合いとかのうまさは本当に感じるから。なんか、後々思い返してみたら、確かにっていうのようなプレイをツイークは割と極めてる感じがする。面白い意味でて。有利な展開づけりはツイークの方が結構うまく感じるけどね。有利な展開というか攻めの展開のなんか維持は割と。間違えた間違えた。あ、怖い。いや、うまい。シュッ。危ない。あ。いや、バカる。飛びすぎ、飛びすぎ。あ。シュッ。死ぬんだけど、飛びすぎ。